はい、どうも、ジギウルズなんですけど、今回もですね、汎用のやしゃ姫第6話の話をしていきたいんですけど、まあ、前回はですね、軽くあらすじだけパッパッパッと話してしまったっていうやつがあるので、今回は個人的に、って思ったね、話をしていこうかなと思います。まずはこれですね。ここ、自転車でね、もう、何ですかこれ、3人乗りしてるっていうシーンがあるんですけど、もうここだけでまず、1時間喋れるぐらいね、もういろんなことがありました。この一番前にね、乗っている、どんな乗り方してんのこれ、カゴに、こう、直立して乗る、このバランス感覚がすごいね、まずね。うん。で、なおかつこれね、何ですかこれ何持ってんだろう ?iPhone? なんだわかんないけど。まあ、これでね、音楽を聴いてると。音楽を聴きながらも歌ってるんですよ。この歌声がまた、程よい音痴。いいね。心地よい音痴感を、奏でていまして。で、なおかつね、これ、ワイヤレスイヤホンをつけてると。はい。こう耳にかけるタイプのね。うん。もう今風。で、さらにここのシーンね。これ。もうケツを顔に押し付けるという。で、トワさんは、もう、やめろよ。押し付けんなよっていう、このノリ。本編の方のこの猫中腕のどうたらこうたよりも僕的にはここがもう最高潮。視聴最高潮だったと思います。で、もう一つね、気になるところがやっぱり後ろにね、座っている、せつなさん。ここもね、気になる話でございまして。めっちゃおとなしく座ってんじゃん。せつなさんめっちゃおとなしく座ってんじゃん。なんかな姉とは認めん、どうたらこうたら言っておりましたが、なんやかんや、こう、共に行動しているって言いますか。何なんですかこの気持ち。でね、結局こう、木にぶつかっちゃって、ファーって飛んでくんですけど、その時の、もう事故ですよ。もう大事故ですよ。普通に考えたら。なのにかかわらず、もう落ち着いて、あれーという、この事故った時でさえもう冷静な、せつなさんの感じ。ここもね、とても、見応えのあるシーンでございました。で、さらにこちらなんですけど、ここもね、正直、まあ、もうこれが僕が個人的に一番この第6話で物申したいっていう部分があるんですけど、まあ、次回予告でもね、こちらのジュアンさんがね、登場するよっていう話があったんですが、で、このジュアンっていうのが、妹のね、メイちゃんが好きな現代のね、アイドルと同じ顔のジュアンが登場するよってなってたんで、まあ、少なくとも僕は多少ね、メイちゃんが好きだっていうシーンが挟まると思ってたんですよ。メイちゃんがこうテレビを見ているみたいなシーンが。そのコマがあると思ったんですよ。なかった僕はこのメイちゃんが登場するんではっていう、その一心の楽しみだけに僕は第6話をね、待ち遠していたっていう話だったんですが、メイちゃんが欠片も出てこなかった。これはね、ちょっとしてやられましたね。そしてですね、このアイドルと同じ顔のね、ジュアンが登場するときに、あれ、メイが好きなアイドルなんだって、メイが好きだって言いつつも、そのジュアンさんのイケメン顔を見て、もうついね、ときめいているんですよ。まあ、ときめいているのか、その羨望の眼差しとして見ているのかわかんないんですが、まあ、キラキラとしたね、表情をしているんです。トワさんが。まあ、ここがね、なんだ、案外、ミーハーなやつなんやなと。あ、そういう一面もあるんだなという。はい。そんな感じでございます。で、続いてここのシーンなんですけど、まあ、本編ね、見てもらってからこの話聞いてほしいなっていうのを今更言うんだけど、猫にね、操られてるよって話ですよ。ジュアンさんがね。で、操られる時に、一言ね、助けてくださいって言うんですよ。うん。これ見てさ、なんて言うの？同情を誘っているっていう、本当は別に、だからこの本心じゃないんだよ。この、助けてっていうのは。じゃなくて、その操ってる奴が同情を誘うために、まるで、その自分の意志が出てきたかのように振る舞っているっていう、そういうやつ。あるじゃん、そういうの。そのパターンだと思ったんだよ。うん、だって言わないんだよ、こいつは。こいつは言わないキャラ。助けてとか、そういうことをしないタイプの、そう。やと思ったね、僕は。なんだけど、結局、本心のパターンやったっていう。ここがね、あれってね、ちょっと違和感を感じました。そういう方じゃないじゃん、お前は。俺、もろともやれパターンじゃん。とね、僕は思ったんですけどね。で、まあやっぱりね、こういう操られてる系、
いいやつが操られてて、そのいいやつを倒さず、中にいる妖怪だけを倒さなければいけないっていう、まあそういうパターンの敵って、めちゃくちゃ厄介なんだよね、倒すのね。だいたい倒すのに一工夫、二工夫、いるよっていうやつなんだけど、これもまたミオガジジイさんが説明してくれるんですが、イリュアシャ様の鉄砕がなら、相手の妖力を奪ってしまえるのですが、ってね、こういうわけなんですよ。うん。そういうタイプのやつの技があれば、まあなんとかできるって話だったんですけど、まあもちろん鉄砕がないわけですよ。今ね、イニアシャがどうなったか知りませんけど。だからもうどうしようってなるんですが、トマさんはなんか似たようなことができてしまうという、はい。そういう話でございまして、すごいなーって。トマ何でもできるなーっていう、はい。っていう感じで、まあそんなところですかね。うん。あと、まあやっぱりなんかな、もう毎話毎話なんですけど、トマがずっと甘い。なんていうのが、戦国時代っていうのは本当にね、これもね、毎回の話なんですけど、こう命を取り合うような、いつ殺されてもおかしくないような、まあそんな世界なわけですよ。この犬屋さんの世界はね。なんだけど、未だにずっと、その、現世の優しさというか、思いやりの気持ち、現代の日本教育の弊害、これをいつまで繰り返すのかと。今回はね、それのおかげで、ジュアンが助かったっていう話はあるんですが、戦国時代っていうのはね、毎回それが通じるほど、生優しいもんじゃないんですよ。それをね、トワさんには理解してほしいなと、僕的には思いました。以上です。ありがとうございました。